聞いて、ねえ聞いてよ。これ以上そんな冷たい目で僕を見ないで。今のはなしだ。神であれば原始大海の水の影響を受けないなんて君たちにだって証明できないことだろ。それにだ、もし僕が本当にただの人間だとしたら、あの海水に手を差し込む勇気なんかあるわけないじゃないか。僕の話を聞いてくれ、頼むから聞いてくれよ。僕は本当に神なんだ。はあ、これ以上デタラメを言ったって誰も耳は傾けないでしょうね。もうこれだけの証拠が出揃っちゃったんだもの。この状況じゃフリーナが何を言っても無駄だよな。どうやら結論は出たようだ。異議がなければ判決に入る。デタラメを言ったって誰も耳は傾けないでしょうね。神じゃないだって。もうこれだけの証拠が出揃っちゃったんだもの。最高審判官の名において判決を下す。フリーナは人でありながら神を装い民衆を欺いた。有罪だ。では由子裁定カーディナルに最終判決を下してもらう。由子裁定カーディナルの審判結果によると判決は、どうしたんだ。判決は、いや、由子規による判決も同じく有罪だ。だったらいいじゃないか。ただその内容はこうだ。水人有罪、死刑。死刑だって。死刑なんて本当に存在してたの？ただの噂だとばかり。史上唯一の死刑判決が私たちがずっと神だと思ってきたものに下されるなんて、これ以上ドラマチックなことがあるか。ユシキがフリーナに死刑判決を出すなんて。審判でちょっとびっくりさせてから真相を聞き出そうとしただけだったのに、なんでいきなり死刑判決なんて出るんだよ。この判決は確かに妙だ。今までのフォンテーヌの正義に対する定義や審判の基準から考えれば、彼女の罪は果たして死刑レベルに達するものだろうか。そうだぞ。連続少女失踪事件の黒幕だった馬車にさえ死刑の判決は出なかったんだ。いかにも彼女の罪がそこまで深刻とは思えないということもあるが、そもそも今回の審判のテーマはフリーナ殿が水人ではないことを証明することだった。由子規はあえて水人という呼び名で判決を下していたが、これは一体何を意味しているのだろうか。